写真拡大全2枚、13課北海道苫小牧にあるノーザンホースパークで日本最大のサラブレッド市場セレクトセール2021 2日目が開催。当サイバセールにて上場最後となる541番アイムユアーズの2021オスが1億5000万円で落札された。セレクトセール2021ブリックス&モルタル3コマが1億円超えアイムユアーズの2021は、父ゲーデオロ、母アイムユアーズ、母父ファルブラブという血統。上場最後の馬となったが、サイバーエージェント代表の藤田進氏が億超えで落札した。生産牧場はノーザンファーム。